フジテレビューをご覧の皆様、三浦貴大です。剛力彩芽です。大学の時に寮に入っていろんなやつとこう暮らし始めて、女性と付き合った時にいや料理とかは、まあ、そういうのは男の仕事じゃないでしょみたいな人が本当にいるんだと思って、僕の父とかは全然家でいろんなこと手伝ったり料理もしたりするから、うん、全然そういうイメージがなくて、ドラマの中の話じゃないんだと思った。確かに本当にいるんだこういう人、うん、なんかそれはびっくりしたな。同性同士の喧嘩の方が激しいかな。怖そう。怖そうだな。そうね、まあ今本当家族も含めて、私はすごい母と仲いいんですけど、何かとあると母と姉が結構あの対立しちゃうんですけど、まあ、結構いい、やっぱ口がすごいわっていうのは、それを見てるからこそなんかあんまりこうやってやると母を怒らせるんだなとかっていうの全部学んでるんですけど、とかまあ友達同士、学生の頃とかの友達同士の喧嘩とか、まあ、言い合いとかって多分女性って怖いなって思うことの方が多いかも。なんか男性ってあんまりそこまでないかな。女性の喧嘩は怖い。見どころはあの全部です。やっぱりあのこの話はもう全部見てもらわないとわからないので、うん、まあ敏郎サイドだけ見たら彼女の裏世界わからないし、亜希子サイドだけ見てもアキコサイドから見ちゃうと裏だけ見るみたいなことですからね。まあどっちも見ないとわからないんですよ、うんうん、まあだから通して見ていただきたい、うん、このドラマではあの2人の関係でいろいろな、細かいすれ違いがあって、あのこういうこのドラマの結果になってますけど、これはちょっとオーバーですけど、うん、みんなね、うん、ありそうなことだからね。いやそうですね、誰しもがちょっと経験したことがあるかもしれない、すれ違い、行き違い、勘違いだと思うんで、なんかある意味自分に置き換えてじゃないですけど、自分はどうだろうってなんかこう思う瞬間があったらいいなとは思います、うん、はい、でも本当にこのストーリー流れが面白いので、やっぱり一人一人の視点からこう作品が見れるっていうのは面白いので、そこは私自身も楽しみなので、なんか純粋に楽しんでもらえたら嬉しいなと。